はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。本日も新流行り紙3をやっていこうと思います。さあ、第4章両面宿儺の続きですが、ちょっとだけファフデータベースが溜まっているので、これを読んでから、まあ前回はね、あの斧で切り殺されましたけれども、そこをね回避して進んでいこうと思います。オカルトルートですね、よろしくお願いします。さて、孤独の復讐からいきましょうか。これすごい画数だよね、虫がいっぱい。孤独は有毒な生き物を使った呪術の一種呪術が言えない呪術の一種呪術ヘビ、トカゲ、ヒキガエル、昆虫類といった毒を持ったさまざまな生物を集めて共食いをさせ、最後に残った最も強い一匹から取り出した毒、あるいはその虫そのものを呪いに用いるという、まさに呪術というべき秘術である。虫という字には昆虫や小動物といった意味があり、それが皿に乗っているという虫という漢字そのものが孤独そのものを表しているのかもしれない。お皿の上に乗せるっていうのがね、ちょっとね怖いよね、食べないしねまるで漫画の能力者が行使するような空想上の呪術に思えるが、発祥地の中国では古代に実際に用いられていたといい、禁止する法律さえあったというから恐ろしい。日本にも密かに伝わり使用された記録もあるという、まあ黒魔術的な立ち位置であったんでしょうかね。いやー怖い怖い。弱肉強食やらされて、まあ人間でやらされてる版がノライアーゲームだったりとかね、まあそういう違うサスペンスでね、ありますけどね。人狼ゲームとかもそうかな。そして次、アシュラ。これはまあよく取り上げられますよね、ゲームではね。アシュラは仏教の守護神の一人で、インドのベーダ神話のアスラが仏教に取り込まれたもの。リグベーダを思い出しますねクランプさん大好きだったのでよく読んでたんですが、主神であるインドラたちデーバに対抗する悪神たちそのものをアスラ神族とも言う。今でこそ戦いを好む鬼神、戦神といったイメージの強いアシュラだが、本来は格の高い神であった。帝釈天かっこインドラが、インドラって読むんだ帝釈天様、アシュラの娘のを力ずくで奪い去ったために復讐の鬼と化し、戦い続けるようになったという。強力な雷神である帝釈天には、あ、インドラかな、もうインドラって読んだ方がいいのかな、にはかなわず天界を追放されてしまい、徐々に悪神とみなされるようになっていったのだ。日本語の修羅場はこのインドラとアシュラの激しい戦いを続ける様子から来たものだとされる。修羅場ってそんな語源があったんですね。わあびっくり。象などでは3つの顔と6本の腕という容姿で形容されることが多いが、その表情は恐れるものから安らぎを感じるものなど様々で、解釈も一定ではないという。まあ人気者ではありますよね、よく使われてるイメージがありますね。さあ次、スクネ。スクネみたいスクネはとあるカルト教団に御神体として利用されていた男性の名前。孤児であったスクネは双子の兄スクナと共に教団に引き取られた。当時同じような理由で何人もの人間が集められていたが、ある儀式の後スクネとスクナの二人だけになった。彼には災害を予言する予知能力があり、教団はこの災害予知を利用して勢力を拡大した。だが予言により人々の不安を煽ったことで恨みを買い、たびたび命を狙われることとなった。兄スクナもこれらの襲撃からスクネをかばって命を落としている。関東大震災の年にこの地震を予言、地震から人々を救済するとして教祖と共に即身仏になることを宣言、飛騨の山中に用意した石棺に自ら入り入廷したと伝えられる。これは本当にあるお話なのかな。まあ都市伝説のお話とはありましたけれども、有名ではないかな、初めて今回聞きました。まあ作ったのかなと思ってたけど、そんなことはないのかね、もしかしたらば調べたらあったお話なのかもしれない。さあ新選択して続きからやっていきましょうか。さてさて、捕まるところまで戻って戻って選択していきましょう。
さあ入り口で待ち構えたら殺されてしまうので、この場で待ち構えることにいたします。スマートフォンのライトがあるとはいえ、暗闇の中で動くのは迂闊かもしれない。それに島津さんのそばを離れない方がいいだろう。音が近づいてくる。不意の金属音が静寂を打ち破った。あまりにも近い。しかも背後からだ。ああ。体勢を反転させた直後、体に重い衝撃が走った。島津さんに抱きつかれてしまったらしい。暗闇の中では自分の姿勢の把握もままならず、踏ん張りが効かない。なすすべもなく背後へと身が投げ出されてしまった。倒れているのに背中への衝撃がなかなか訪れない。鼓動もやけに遅い。まるでスローモーションのようだ。視界のほとんどが闇に閉ざされているせいだろうか。唯一の光源、スマートフォンのライトが周囲をなめるように横切り、浮かび上がらせた。あー、目が見える。悪感が背筋を駆け抜け、全身が鳥肌だった。それは二つの頭部を持つ人間だった。陣営かな。だった。ライトから外れても横並びの四つの目だけが怪しく光っている。逃げれるのかこれ。両面宿儺、目を離せずにいると背中に強烈な痛みがした。息が詰まり、鼓動も一転して早金のように打ち始めた。痛みに構わず倒れたままでライトを人影へと向け直す。明かりが人影を捉えようとしたその刹那、視界に別の人影が割って入った。助けてくれ。四つの目が見えなくなった瞬間、パッと明かりが灯り、部屋が明るくなった。すぐさま覆いかぶさっている島津さん越しにその後方を見るが、人影の姿はない。周囲を見回しても島津さん以外誰もいない。四つ目の人影は跡形もなく消えてしまっている。すまない。そう言って島津さんは立ち上がりかけたが、すぐに腰砕けになって地面に尻餅をついた。その顔からはすっかり血の気が引いている。島津さんも四つ目の人影を見たのだろうか。島津さん、あなたも。私の言葉を遮り、島津さんが叫ぶように言った。金だ、金のためだったんだ。あれ、まだ言ってないことがあった？騒動を聞きつけ、木崎教授が駆けつけた。心配そうに声をかけてくれたが、返す言葉がなかった。木崎教授は、釈上の音を聞いていなかった。何から話そうか悩んでいると、瀬名君が戻ってきた。状況をうまく説明できないまま、私たちは島津さんの部屋を離れざるを得なかった。必死の行商の島津さんが場所を移すように懇願したからだ。気持ちが落ち着いても島津さんの部屋での出来事を説明するのは難しかった。結局私は瀬名君に起きたことをありのまま話した。瀬名君は口を挟まずに話を最後まで聞き終えると、疑うすぶりも見せずに私をまっすぐ見つめ返していった。無事でよかったな。怪異事件の目撃者はその証言の内容だけでなく、ともすれば人格までも疑われかねない。瀬名君の姿勢と言葉は彼らの救いになっているに違いない。さあ、そして島津さんは何を証言したんでしょう。知りたいけどな。後々出てくるかな。すっかり怯え切った様子の島津さんに先導される形で、私と瀬名君は異物保管区画にやってきた。照明の明滅はすっかり鳴りを潜めている。瀬名君の話ではケーブルをたどって導線がむき出しになっていた数箇所を絶縁テープで補強したという。ケーブルが断線しかけていたことが停電の原因で、そこに対処したことで事態が好転したと胸を張って言えるほど自信はないらしい。
仮に瀬名君の対処が的確だったとしても、当座こそしのげるが根本的な問題が残っている。いずれ発電機の燃料が尽きることに変わりはない。パイプ椅子に座るように促したが、島津さんは拒否した。異物の置かれた棚に背を預けるわけにもいかないため、多少窮屈だがそのまま話を聞くことにした。ミイラを盗もうとしたのは金のためだって？じいさんの思いを汲んだって話は嘘だったのかよ。バカバカしい。じいさんの後悔なんか知ったことか。なんで俺が罪滅ぼしをしなくちゃならない？スクネを見つけたきゃ自分でやればよかったんだ。島津さんは猫をかぶっていたようだ。態度も話し方もぶっきらぼうになっている。ひどい言いようだな。相続した遺産もスズメの涙じゃ。一発逆転を狙った宝探しをするしかないだろうが。でもどうやって金に換えるつもりだったんだ？ツチノコみてえに懸賞金がかかっているわけでもねえだろう。取らぬタヌキの革残用をしてどうする？盗んだ後でゆっくり考えればいい。島津さんが両面少な関連の発掘に参加していたのは宝探し感覚。探し当てたミイラは盗むつもりだったが、計画と呼べるようなものはなかったということらしい。何を偉そうに言ってんだ。ただの行き渡りばったりじゃねえか。ほっといてくれ。俺は正しい。現にオファーがあったんだからな。オファー？誰かにミイラの窃盗を打診されたということですか？ああ、そうだよ。学会で発掘が中断してた時にメールが届いたんだ。ミイラの頭2つと斧を盗み出せばそれぞれを1億で引き取るって内容だった。頭と斧？珍しく瀬名君が物憂げな顔をしている。何か気になることでも？あ、いや、なんでもね。ミイラを盗むだけで3億だぞ。こんな美味しい話を放っておくなんてバカだ。連絡してきたのは誰なんですか？知らないやつだよ。佐藤太郎って名乗ってるけど、どう考えても偽名だろ。まあ金さえもらえるなら名前なんてどうでもいい。名前も知らない相手の話を鵜呑みにしたんですか？当然だよ。前金をふっかけたら100万も振り込んできた。これ以上の保証が他にあるか？だから脅迫状を送ることにしたんだ。強引な手段だが、とにかく作業を止めたかった。ミイラさえ盗めばバラ色の人生が待ってるんだからな。ここから無事に出られたらの話だな。現実を突きつけられ、島津さんが言葉に詰まった。それで盗んだミイラはどこにあるんだ？知るか。さっき言っただろ。盗む前に消えたんだ。島津さんがわめき散らすように矢継ぎ早に続ける。ミイラなんてもうどうでもいい。命あってのものだね。だ、俺は死にたくない。頼むから何とかしてくれ。あんたらならあの二人を逮捕できるだろう。容疑はなんだ？いくらなんでも人面相に規制された容疑じゃ逮捕はできねえ。そんなこと俺が知るか。手錠もかけないし逮捕もしないならどうするんだ。襲われかけたんだぞ。どうやって身を守ればいい？島津さん、少し落ち着いてください。ああ。島津さんは口を閉じかけたが、何かに気づいたらしく目を輝かせて叫んだ。あ、そうか、わかったぞ。あれだ。ん？何？島津さんがそう言って指さしたのは、私と瀬名くんの間、その後方だった。瀬名くんと顔を見合わせてから振り返ったが、後ろには異物の置かれた棚があるだけだ。島津さんの言うあれとは異物のどれかだろうか。あれってどれだよ？振り返ると島津さんが土器を振り上げている。これだ。島津さんが力任せに投げつけた土器が瀬名くんの顔に迫る。ひどいことするね、この人。不意をつかれた瀬名くんには土器を防ぐ時間も避ける時間もなかった。
瀬名君の額に直撃した土器がバラバラに砕け散る。が、瀬名君！倒れ込んだ瀬名君が気がかりだが、視線も注意もそらすわけにもいかなかった。間髪置かず、私にも土器が飛んできたからだ。めちゃくちゃなことするね、この人。なんか乗り移ってるかな。なんとか受け止めたが、土器は思っていたよりも重い。体勢が崩れる前に膝を折って尻もちをついた。倒れてしまうよりはマシだし、土器も壊さずに済んだ。簡単なことじゃないか。殺される前に殺せばいいんだ。そう言って島津さんが手にしたのは、壁に立てかけられていたツルハシだった。島津さんの目には狂気の光が宿っている。そうだろう、それが確実だ。警察まで殺さなくてもいいじゃないか。あー、やばい、二人が危ない。私が立ち上がるよりも島津さんの動きの方が早い。止める間もなくブルーシートを跳ね上げ、島津さんが通路へと飛び出していく。彼はすっかり錯乱してしまっている。早く止めなければ。バッドエンドありそうだね。追うぞ。いつの間に立ち上がったのか、瀬名くんが手を差し伸べている。怪我は？瀬名くんの手を借りて立ち上がる。私を引っ張り上げた手はいつもと変わらず力強い。大丈夫だ。土器は復元すんのも無理っぽいけどな。島津さんの暴走を止められるかな。すぐに通路に出たが、島津さんの姿は見えなかった。一つ、二つ、三つと角を曲がっても状況は変わらない。くそ、ジジイのくせに俊足かよ。全力で走りながら瀬名くんがどくづく。運動神経まで猫をかぶってたのか、それともキュースと猫を噛む的なやつか。どっちにしても行き先は分かってるわ。とにかく急ぎましょう。島津さんが襲おうとしているのは堤さんと相川さんだ。彼の向かう先は居住区画しかない。突き当たりを右に折れれば居住区画は目と鼻の先だ。あの声はどっちだろう。まあ堤さんから先にやりそうだけどな、性格的に。角を曲がると2つの人影が見えた。1人は地面に倒れていて、他方はその近くに立っている。どちらも島津さんではない。倒れているのは優香さんで、もう1人は桐崎教授だ。桐崎教授は左の二の腕のあたりを手で押さえている。2人に駆け寄っていくと、桐崎教授の指の隙間から血が流れ出ているのが見えた。大丈夫ですか？私は何ともないわ。でも私をかばったせいで先生が。おそらく桐崎教授が優香さんを助けるために彼女を押しのけて、その身代わりになる形で島津さんの鶴橋の一撃を受けてしまったのだろう。俺のことはいい、相川さんたちが心配だ。何かあったか知らないが、島津さんはまともじゃない。待ってくれ、待っててくれ。じいさんを止めたらきっちり詫びを入れさせる。全速力で2人の横をすり抜けて居住区画を目指す。やばいですね。最後の角を曲がると正面に暗がりが飛び込んできた。なんだ？居住区画の通路の中ほどから向こうが闇に包まれている。島津さんが電球を割ったのだろうか。あれ？ゾク、腹の奥底から悪感が湧き上がる、吹き上がる。思わず足が止まった。それは瀬名くんも同じだった。この音は闇の中から響いてくる金属音は例の錫杖の音だ。指に食い込んだ爪の痛みで無意識に猟犬を固く握っていることに気がついた。近づいてくる。尺状を手にして暗闇から現れる二つ頭の両面宿儺の姿が脳裏をよぎった。その正体は宿儺に憑依された堤さんか、あるいは相川さんか。だが
暗がりから出てきた人物は両面スクナでも二人のどちらでもなかった。島津さんだ。じいさん？呼びかけた瀬名くんが言葉を失った。あ？おかしい。島津さんの胸部には尺状の装飾部分が深々と突き刺さっている。そんな。島津さんの表情は全く読み取れない。後頭部しか見えないからだ。彼の首は180度ひねられている。こんな状態でまだ息があるなんて。島津さんはよろよろとした足取りで歩を進めると、私たちのそばにたどり着く前に前のめりになってばったりと倒れ込んだ。まるでそれが合図だったように、私と瀬名くんは同時に彼に駆け寄った。島津さんのちょっと待ってね。飛ばしてしまったのでちょっと戻ります。島津さんのそばに鏡込む背中側を向いた彼の顔は恐怖で歪んでいた。あらん限り見開いた目は赤黒く濁り、半開きの口からは隙間風のような吐息が漏れている。じいさん。島津さんは血走った目で虚空を見つめたまま、深呼吸のように長い息を吐き切ると微動だにしなくなった。これはもう見立てでも何でもない、襲いかかってきた島津さんを返り討ちにしただけだ。その悲鳴は背後からだった。いつの間にか優香さんと桐崎教授が駆けつけている。何があったんですか？どうして真っ暗なのよ。相川さんと堤さんの声は通路の先の暗がりから聞こえた。暗闇の中は見通せないが、二人の足音が近づいてくる。そこに倒れているのは島津さん。明かりの元まであと一歩というところで、堤さんと相川さんが立ち止まった。壁を伝ってきたらしく、二人は左右の壁沿いにいる。わずかに照らされた足元でどちらなのかは判別がついた。左側にいるのが堤さんで、右側にいるのが相川さんだ。どちらかが宿儺の人面相に取り憑かれていて、島津さんを殺害したのだろうか。首筋に人面の腫れ物があれば判断はつくが。スマートフォンを取り出して堤さんにライトを当てた。何なのよ。堤さんがまぶしげな顔でライトに手をかざして光を遮った。先、そっちじゃねえ。相川さんにライトを向けると、その手元で何かが鈍く輝いた。斧の刃だ。相川さんの首には大きなコブがあった。人面の腫れ物ではないが、コブになった皮膚の下で何かが怪しくうごめいている。宿儺に取り憑かれているのは相川さんだ。八重樫君と国木屋教授を殺害して両面宿儺像に見立て、島津さんを尺状の一撃で殺害したのもおそらく彼女だ。消えたまま見つかっていない唯一の両面宿儺の装飾品、斧を手にしていることから考えてもまず間違いない。相川さんの様子に気づいた堤さんが数歩足を進めた。堤さんにつられるように相川さんも歩み寄る。二人の全身が明かりのもとにさらされた。スマートフォンを下ろして相川さんに呼びかける。刺激しないように、できるだけ穏やかな口調で。相川さん、そこを動かず斧を捨ててください。これ以上誰も傷つけないで。ええ、分かってる。相川さんの返事は私に向けたものではなかった。両面宿儺像の形にしなくちゃ。相川さんは誰かと声を交わしているように見える。
相手は私たちの誰でもなく、その人物の声も聞こえない。彼女にだけ誰かの声が聞こえているのだろうか。その通りだわ。まずは彼女ね。私かな、堤さんかな、どっちだろう。確信と殺意と瞳に宿した相川さんが手にした斧を振り上げる。堤さん、反射的に体が動いた。島津さんの遺体を飛び越え、二人の側に駆け寄る。間髪を入れず堤さんの腕をつかみ自分の方に引き寄せた。一瞬前まで堤さんがいた場所に斧の一線が走る。堤さんの代わりに斧の一撃を受け止めた壁が放射状に陥没した。斧の衝撃かな、衝撃は壁だけにとどまらなかった。ゴゴゴと地鳴りのような音をとどろかせながら天井や床を伝い、周囲へと駆け抜けていく。そんな、こんなことが。地震のような揺れの中で堤さんの前に出て彼女をかばいながら後ずさる。刃の根元まで壁に深々とめり込んだ斧を相川さんは片手だけで難なく抜き取った。その首筋ではコブがどんどん大きくなっている。瀬名君たちのいる場所まで下がり距離を取った。それでも相川さんは狙いを定めるような鋭い視線を堤さんに向け続けている。ここは引くべきじゃないか。桐崎教授の提案に瀬名君が首を横に振る。人面相に憑依されただけじゃ無理だが、殺人未遂なら逮捕できる。いおるやいなや瀬名君は無謀にも素手で相川さんに立ち向かっていく。待て、緊急逮捕だ。仕方ない。相川さんへと駆け寄っていく瀬名君を桐崎教授が追いかける。瀬名君の行動が無謀なのは間違いない。だがここで3人で一斉に畳みかければ相川さんを拘束できるかもしれない。ただそうすれば堤さんをかばうことはできなくなる。バッドエンドの予感がする。どうしよう。慎重に判断すべきだが時間は限られている。即断即決するしかない。これは桐崎教授の後に続いたらなんかバッドエンドな予感がしますが、どうしますかね。多分この力の強さだとだいぶ怪しいことになるとは思うのですが、さてじゃあ桐崎教授の後に続いてみましょうか。まあもろともやられると思うけどね。ここで決着をつけるべきだろう。相川さんを拘束すれば堤さんに危害が及ぶことはない。地面を蹴って駆け出し桐崎教授の後に続く。波状攻撃の際には一列になってはならない。一列になれば前を行く人の背中が視界を防ぐからだ。背を追いながらもやや横方向にずれる。それが定石だ。うりゃ、瀬名君は相川さんが横投げにした斧をかいくぐるぞ。彼女に片足タックルを、なんて読むのかなこれ、行ったっていう意味だろうね。だが相川さんの細足は地面に根を張っているかのように微動だにしなかった。もうやめるんだ。桐崎教授が相川さんにつかみかかるが、彼女の方が素早い。相川さんの繰り出した検定かなが桐崎教授の胸部を捉えた。女性の細腕、しかもノーモーションの一撃にもかかわらず桐崎教授がピンポン玉のように宙を舞った。桐崎教授の行方を目で追う余裕はない。間髪を入れずに相川さんに組みかかった。狙いは相川さんの腕だ。関節技を用いれば腕力で劣っていても相手を組み伏せることができる。相川さんの腕を取ろうとした私の両手が空を切った。彼女の腕が蛇のようにうねり私の胸部を捉える。暴風をまともに浴びたような強烈な衝撃だ。跳ね飛ばされ受け身も取れずに地面に倒れ込んだ。体のあちこちが痛むがここでひるむわけにはいかない。痛みを無視して立ち上がった。
なぜか胸の中央が熱を帯びている。胸を見ると何かが飛び出していた。錆だらけの金属だ。これは斧。そう気づくと同時に熱が痛みへと変わった。痛みよりも息苦しさに圧倒される。息ができない。咳込んでも空気は入ってこない。鮮血が出ていくばかりだ。全身の力が抜けていく。立っていられない。地面に倒れ込んだが何も感じなかった。痛みは消えている。息苦しさもない。自分の息遣いすら聞こえない。鼓動さえも感じない。急速に狭まっていく視界の中で相川さんが堤さんに迫っている。堤さんを守れなかった。それどころかこれから起こることを見届けることすらできそうもない。やっぱりね、スクネは強いよね。スクナ、スクネ、二人のコンビに、まあ力でかなおうと思ったらば、それこそ怪異になるしかないですかね。エンドナンバー41、波状攻撃。はい、残念でございました。ちょっと早いですけれども、キリがいいのでここで終わっておこうかな。さて、無理強いは禁物でございます。では次回はちゃんと最後の推理ルートまで抜けてオカルトルートをね、クリアまで行きましょうか。まあバッドエンドも何個かあるとは思いますが、それもちゃんと回収していきましょう。それではここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の新流行り神3でお会いいたしましょう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。